日本ハムの育成ミニューでの福島連投手、20、が支配下登録されることが12日、分かった。近日中にも正式発表される見込み、新庄監督と同じく入団3年目で身長1メートル90の右腕が、2年連続最下位からの逆襲に貢献する。八戸西、青森、から21年育成ドラフト1位で入団。 長身から投じる最速152キロの角度ある直球と、落差のあるフォークが武器だ。高卒2年目の作機は2軍で17試合に登板。先発9試合、して、4勝2敗、防御率2.79。9イニングあたりの脱三振率は8.88と確かな成長を示した。支配下登録への決意を胸に今春キャンプに臨み、 2月18日の楽天との練習試合で1回無失点と高騰。新庄監督も将来性のある選手、何年後かにとんでもない活躍をしますよ、と絶賛していた。エスコンフィールドで行われた2日の春季教育リーグをイシックス戦でも救援で6回に登板し三者連続で空振り三振。ここでも感染した指揮官のハートをがっちりと掴んだ。